ですが、このままではいずれ戦いとは戦う相手を知り己を知ること、一人で迷っていても何も知ることはできぬ。本当はお前も分かっておるはず。おーい気分が乗らないなら。分かった、戦おう。そう来なくちゃ。負けた負けた。ワカ、でも助かったよ。ちょっとは分かった気がする、自分の力ってやつ。ありがとう、あんたと戦えてよかった。ああ、俺もだ。じゃあな。行くのか。俺もこの力をもっと知らなければなりません。ならば剣と会うがよい。お前のことを心配しておったからな。はい。遅くなった。師匠から話は聞いたぜ。殺意の波動のこともな。破滅の剣、そうではない答えを俺が見つけるためには。ふん、いいぜ、付き合ってやるよ。来いよ竜。ああ、行くぞ。たあ、そりゃ、もう一丁。よっ、そりゃ、やるじゃねえか。だが心配するな。お前が殺意の波動に飲まれても俺がぶん殴って止めてやる。だから気にせず戦ってこい。ああ。シャドウか。お前を探していた。殺意の波動が人を外れた力、やはり互いに惹かれ合うということか。私と戦え。私は知らなければならないこの力の扱い方。俺も見極めたい、この先を。殺意の波動、聞いていた話とは印象が違うな。まだ完全に抑えることはできないが、
覚悟は決めた。この力の先にあるものを知るまで戦い続ける。それがどんな答えであろうと。そうか、お前と私の求めるものは違うようだ。だが得るものはあった。礼を言う。また戦おう。